スティールクロニクル実況動画シーズン2でございます。あ、おめでとうございます。おめでとうございます。シーズン2ってどういうことなんですか？シーズン2になったんですか？実はシーズン1があったんですね。江戸島だけでやってるやつが実はあった、なんでワンの時に呼んでくれなかったんですか？ということで、ね、今回シーズン2ということで、ね、そうですよ、お呼びしたというこの中途半端なタイミングで今一番暑いですよ。今一番どうしてみんながってところでですよ。あ、なるほど、さらにプッシュ、はい、プッシュそういうことですね。稼働する前だったらタイトル力でなんとかなるんですけど、はい、稼働した後だと、はい、小西さんとか言っていただかないと。そういうことを言うどこで止めようか。そういうことを言ったらダメなんで自己紹介させてください。自己紹介しましょう。ゲーム実況者の江戸さんとふみいちの江戸さんでございます。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。同じくゲーム実況者江戸さんとふみいちのふみいちです。よろしくお願いいたします。はい、お願いいたします。はい、そして、今回シーズン2ということでゲストで来ていただきました。お、まずはどちらゲームしようか。はい、スティールクロニクルで神谷という役をやらせていただいております。この指定性よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。さあ、そしてですね、すごいのを連れてきました。あ、誰ですか？誰ですか？見てください、この全身を。すごい、すごい。どこのアナウンサーだと思います。ちょっとコラムで働いてる人みたいな感じに PR な感じしますよね。ちょっと静かに。あ、そういう、そういう、ありがとうございます。ありがとうございます。海田ゆこです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。何の役やってるんですか？何でしたっけ？何でしたっけお前そこダメだと。何でしたっけ？カンペあります。メガネの、メガネの人ね。メガネっこの人。あ、メガネっこの人ですね。メガネっこ、ちょっとね、名前も出てこない。名前ですよ。誰もフォローしてるしかもみんな知らないっていうね。じゃあ僕は見ますね。はいはいはい。あのね、綾田さんはね、アンナです。アンナさんです。アンナさんです。アンナ、アンナベルンハルトです。ドイツ人です。あ、ドイツ人です。アンナ、アンナ何？アンナベルンハルト。お、言えた。ビールは常温なんですよね。常温です。そんな情報はいらないよ。そして小西さんの役は？はい、僕は日本人です。日本人ね。神谷さん。神谷さんですよ。神谷。そうかそうか。主人公ですよ。主人公ですよ。神谷っていう名前なんで、青鬼の神谷くんがやるのかと思ってたら、あ、なるほど。ありがたいことに私やらせていただく。いやいやいや、かっこいい感じになってます。すごい楽しかったです、ゲーム収録は。あ、いいですね。はい、いいですね。ゲームも楽しくなってますよ。本当ですか？はい、早くやりたいです。はい、ずっとね、やって…ごめんなさいね。いいですよ、全然。どんどんおっしゃってください。どんどんおっしゃってください。僕ゲーム好きなんで、収録してる時もずっとやりたいんですよねって話してる。だからこういう機会があってすごく嬉しいです。おー、いいね。いや、この間に言えば筐体1個ポンともらえるかもしれません。もらってもなんかすごい電気かかるんですよ。事務所に置けばいいのか。あ、事務所に置きます。でもこれ1個だけだと遊べないですよね。あ、じゃあ4つ入れましょう。4台4つ入れましょう。コナミさん4台で、コナミさん4台、うちの事務所のプロダクションに置いていただければ、はい、みんなで遊ぶんでよろしくお願いします。もう長くなっちゃうんで。どうぞ。はい、どうも、すみません。という感じでね、この賑やかな4人でお送りしたいと思います。スティールクロニクル実況動画シーズン2。すみません、なんか噛んで、ごめん。今のところだけもう一回やろうか。この4人でね、お送りしてまいります。スティールクロニクル実況動画シーズン2。はい、この番組ではですね、全3回にわたってコナミの新作アーケードゲーム、うん、スティールクロニクルをですね、はい、ここにいるメンバーで実際に遊んでみようという、はい、まあそういう番組になっております。うん、全3回あるのでね、いろんな場面がね、見せていけたらなと思います。はい、そうですね。最後までよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、早速1回目始まるということで、第1回はもうせっかくなんで気合い入れたいということで、はい、小西さんと海田さんにちょっとキャラクターのセリフみたいなのをガッと今気合い入れてもらってですね、答えます。じゃあスタート。今からもうやりましょう、ゲームね。人類は俺が守る。よし、行こう。みんな気を引き締めていくわよ。ということで、今からまだダメです。今から実際にゲームを始めるんですけども、まず初めてなので、ちょっとぬるめのステージというか、ぜひお願いします。簡単なステージを、4人でまずウォーミングアップがてら遊んでみようかなという、そういう感じでございます。で、せっかくなので小西さんには自分でこうやっていただいた神谷キャラクター、了解しました。わー、かっこいい。わー、かっこいい。で、海田さんには同じくですね、こうやっていただいたアンナのキャラクターを選択してます。はい、よろしくお願いします。はい、それでやっていきたいと思います。まあテンションさんゲームやりながらやっていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、初めてなんで、何か質問、疑問、ゲーム内で分かんないことあったら、遠慮なくどんどん聞いてください。僕が答えれる範囲で答えたいと思います。お願いします。はい、では今から、実際にミッションに出撃したいと思います。かしこまりました。お願いいたします。かしこまりました。かっこいい、かっこいい、江戸さんがかっこいい。なんと
スーツのタイプをまず最初選択するんですけども、一つしかありません。そうなんですよ、一つしっかり言うと高機動型があるんですが、最初は突撃タイプしか選べないので。なるほど、はい、皆さん突撃タイプを選んで実際に出撃してください。選んでもいいですか。どうぞ、いっちゃってください。お願いします。ゲームイン。エミー、新しい、新しい。どうですか、皆さん大丈夫ですか。はい、ましたよ。ですね、はいはい、エミー内にですね、鋼鉄柱と呼ばれるエネミーがたくさんいるので、はい、それを味方を守りながら、倒していってください。はい、よし、行きますよ。無理とか言わないでください。無理じゃないですよ。守れば行きます。大丈夫ですか、カイダさん。大丈夫ですか。大丈夫です。大丈夫ですか。カイダさん、私守りますんで。カイダさんも守らない。カイダさんも守んないと。カイダさんなんか守りません。コウジさん、どこ行っちゃった。コウジさん、一人で。コウジさん、一人だから。大丈夫、奥に行っちゃった。大丈夫、大丈夫、一人で奥行かないんじゃない。ちょっと待って、ちょっと色々守んなきゃいけない人がいる。でもね、みんな頭がね、ダメージ全然受けてないから。ダメージ受けてない。すごいな。あ、すごい。コイス隊長、さすがです。コイス隊長、すごいですね。全然受けてないですよ。隊長、ごめん、痛い痛い。隊長で一人でずっとね、なんか、リーダーエネミーと戦ってる。あ、危ない、隊長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 、危ない、ちょっと、あの、リーダーエネミーを倒さないといけないから、出現してる。ちょっと、あれ、どこ行った、どこ行った、どこ行った。カイトさんのとこ行った。あ、いや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 、カイトさん、おい、カイトさん、守んないと。やばい、兄貴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 やばい、グレネード、グレネード、グレネード、マジやばい、兄貴。ちょっと、兄貴守って、兄貴守って、兄貴を守って、おかしいな。カイトさんを守るはずだったのに、なんで兄貴を守んなきゃいけない。わかった、あ、わかりました。わかった、はい、何がわかったんですか。いろいろわかった、いろいろわかりました。まあ、でも生きてます、生きてます。リーダーエネミー倒したんで次のエリアです。俺は倒れねえぞ。アニそっちじゃないっす。アニそっちじゃないっすね。アニこっちじゃない、こっち、こっちです。あの、なんか扉みたいなあったじゃないですか。これか、これです、これです。あ、カイダさんも結構食らってる。やばいぞ。いや、だからアニ突っ込みすぎですって。あれだな、助けりゃいいんだろう。助けてますけど、もらっと後ろから撃ってますけども。そう、カイダさんまで慎重にプレスするんだ。そう、すごい慎重なんですよ。兄貴も見回ってください。あら、あら、後ろ見ない、ゲームプレイ。まあまあ、確かにね、見てる人のね、こと考えた場合そうなんですけども、怖いな。あ、一応、大丈夫ですか。だいぶ、だいぶ皆さん慣れてきた、慣れてきたんじゃないですか。このビリビリしてるやつがちょっと危ないかもしれない。何これ、いって、これ、なんでこれ、ビリビリしてるやつ。これ、ビリビリしてるやつが、もらっちゃうんで、ビリビリしてる。あ、ほら、ほら、ほら、あ、兄貴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 、助け合いですよね。素晴らしい。あれ、ハンドツーやられた。助けてくれ。助けてくれ。助けます。はい、ギャンギャン、ギャン、ギャン、当たった。何やらなかった、何やらなかった。何やってんだよ、お前たち。すいません、すいません。助けます。あれ、これまだ始まるんですよ。始まります、始まります。まだあのね、何とか復活できる。そうです、あの、クレジットがあるので大丈夫なんです。ただ、あんまやられすぎると、今突っ込みすぎ。もう考えて。協力プレイ。そうですね。協力、そうですよね。そう思います。ちゃんとね、あの、エイムも使った方がいいですよ。リダイレミ来ましたよ。リダイレミ、リダイレミ、どこ行った？どこ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 。奥にいる、奥にいる。奥にいる。発見した。発見した。こいつのこのさ、ビリビリマンが結構きついんだよね。すごい強い。そうなんでチュートリアル的なやつじゃないのこれ。チュートリアル的なやつ、なんでこれ選んだの。チュートリアル的ですよ。あー、やられたー。あー、お前、誰か助けて。あー、兄貴の助けられます。兄貴、ありがとうございます。すごくありがとうございます。このね、正面からね、効かない的なんですよ。まさかふみいちもやられてる。やられた。ふみいちやられてる。あれ、カイダさんもやばい。カイダさん、あ、まだやられてない。やられてない、よかった、言ってる。あ、俺、ダメだ。あ、やさんも似合う。何やってんだ、お前たち。全然チュートリアルじゃないじゃないですか。めっちゃ強いよ。まあまあ、あれね、リーダーエネミー、奥ね、奥ね。このでかいの、このでかいのね、ちょっと行きますわ。これだろ。どこ。こいつ、こいつ、やりやこっちこっちこっちです、こっちです。
あ、こっちです、こっちです。あの、L2 ボタンのブーストあるじゃないですか。それを軽く押すと転がるんですよ。あ、その転がりを使って回避する。そう、回避してガンガン回避するとなってるんですよ。はい。あれ、カネさんどこ行った？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 うわ、ボスいる！カネさん！巨大ネミ出た？カネさん！カネさん、行きますよ。カネさん、こっち！もうやった！兄貴が一人で立てる！あ、バッシュ！あー、でかいのいるじゃん！やばいやばい！助けてください。今、兄貴一人で立てる。兄貴出たぞ。何やってんだよ、私。ありがとうございます。ちょっと、カネさん気をつけて、カネさん気をつけてね。選んだの誰だよ、選んだの。本当だよ、これ。あの、正面に言うと危ないから、正面に、あと、ダメですか？助けます、助けます。今行きます、今行きます。どこ、どこに、奥に行く。お金の続く限り戦うぜ。奥、エルさん行った、エルさん行った。やばい、やばい、ブーストゲージが足りない。気をつけて、転がってください、転がってください、これ。あの、同じ場所にいると下から触診刺されるんで。そうです。あの、こまめに動いてください。はい。地面がオレンジ色になったら動いてください。あと、赤く光ったとこ弱点なんで、そこを積極的に狙うように。回復がないです。今は。あ、怒ってます、怒ってます、怒ってください。これもいいじゃないか。これもいいじゃないか。でも、小西さんはだいぶね、安定したプレー。そうですよね、だいぶ慣れていきました。あの、額あるじゃないですか。額の弱点をガンガン狙ってください。額の弱点をガンガン狙って。体の弱点を。ただ止まってるとダメなんで気をつけてくださいね。あれどこ行った、あれどこ行った、どこ行った、みんなどこ行った。あ、カネさんいるよ。やべべ、今ね、転がって転がって転がって、あー、やられた。ヨウさんがやられた、やられた。火当たっちゃった。え、どうやって転がるんですか。あの、この L2 ボタンを軽く押すです。あー、やべ、救出されました。しました。ありがとうございます。チームプレーなんかクソくらいだ。いやチームプレーをするっていう動画ですよ。チームプレーの大事さを教えてくれたのは。そうじゃないですか。あ、兄貴こそ仲間の重要さをって。ゲームは一人でやるもんだ。勝手って。小波さん勝手ってされてますよ。あ、尻尾がね、むき出しになったんで、尻尾がやりやすいです。尻尾のね。あ、ダメだ、俺がそこ向いたんだから今。お前らかぶりすんでねえよ。あの、甘く見られたみたいな、そういう。そういうんじゃない。あ、キア、助け。やばい、カネさんが、あ、カネさんや、カネさんを、カネさんを助けあと3秒。よし、危ねえ、よし、いった。間に合った、間に合った。ぐっちょぐっちょ。オーケー、あ、ありがとうって言われた。あそこ、カネさんにありがとうって言われた。すごく嬉しい。ちょっと待って、あとね、80秒しかないから。本当に、ちょっと弱点狙って、弱点狙って、倒せないぞ、倒せないぞ、ダメだから。あ、いって、くぅ、これいけるかな。うわ、これ直視くるから、やばい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 、あと70秒、60秒、あと70秒、あ、正解、強いままです。ダメじゃねえかこれ。ダメかもしれないぞこれ。カネさんとコニーさんの口数がかなりかなり減ってる。あの、真面目になってる。真面目になってる。あ、今転がってコニーさん大丈夫かな。コニーさん相当体力やばいんだよ。そうだよね、大丈夫なの、負けない。ダメです。コニーがすごいマジです。誰か誰？助けます。俺はもう助けられない。大丈夫です、桜井さん。あの、弱点を本当に狙っていこう。サウンドクリアショート。あの、弱点を本当に狙っていこう。カイラさん、お助けに行って。俺、打ってるから、みんな頑張ってじゃなくて。うまい。いいから、打ってくれ。やばい、22秒しかない、22秒しかないよ。さあ、消えて、やばい、打って、うわ、やられた、最悪だ。残り15秒です。まだ弱ってないぞ。こいつまだ弱ってないぞ。報復の、うざめられた。間に合うか、これは間に合わねえか。いや、これは3秒、あれ、負けちゃったの。時間切れです。よし、もう一回やろう。これもう一回だろ。うん、悔しいですね。はい、これなしにして、もう一回やればいいんじゃない。いや、ちょっと、じゃあ、選択ミスじゃないかな。これダメだったのかな。これなんだろう、何がいけるんだろう。これは、ちょっと、僕、範囲が分かります。何ですか。はい。コミュニケーション不足。みんな、俺がってやってるから、はい。チームプレーができてない。途中からチームプレーを否定した方もいました。大事なのにね。誰か分かんないけどね。チームプレーやんないとダメですよね。チームプレーね。あれ誰、
からだもん、思い出す。ダメだよ、そういうの。ダメだよ、ダメだよ。ということで、チームプレーがダメだったということで、今回ダメだったから、はい、ちょっと第2回は、はい、皆さんのコミュニケーションを、ちょっとコミュニケーション能力というか、ああ、はいはいはい。チームプレーを、するためのね。するための回をちょっと設けて、設けて。一回そこで、はい、皆さんで意思疎通を図りたいと。それはいいと思います、はい、なのでちょっと今回の負けをね、はい、心に刻んで、はい、第2回で修行をして、はい、第3回でリベンジできるようにしたいと思います、はい、いいやつをやりたいと思います、やりたいと思います。ということでね、第1回残念ながら喧嘩になってしまいましたけど、皆さんいかがでしたか？やってみて難しかったです。楽しかったです。あれ逆かと思った。逆かと思った。楽しかったです。最高。スティールクロニクルは最高ですね。あ、そうです。すごい言わされてる感がすごいので。だっていっぱい称号ももらえたんだもん。あ、もらいましたか？何もらいましたか？あのチームワークもらえた。本当ですか？完璧でしたよ。すごいです。4つももらったんです、称号。あ、すごい。なんで3つもらいました？小田さんなんか真ん中のなんかもらいましたよね。迷子の知らせもらいました。やっぱりその誰についていかなきゃダメとかっていうのはね、ちゃんと、まあまあやんないとね。まあまあ次回はそれを踏まえた上でなので、そうですね、次回は、はい、そこを強化したい、チームワーク編という感じでね、はい、やりたいと思います。皆さん次回もよろしくお願いします。お願いします。じゃあ、あのカメラに回って、はい、第2回でお会いしましょう。そうですね、大丈夫です。大丈夫です、はい、じゃあ第1回の、実況動画シーズン2終了でございます、はい、第2回でお会いいたしましょう、はい、皆さんさようなら。さようなら。コナミ。